欲しい。ならば反骨の魂を。兵は少数、一気に攻め入り、ロブナラズムの国を取ります。来るか光姫、ウルがこの信長に背ききれるか見定めよう。この状況で本人を狙ってくると、何としても守りきればです。に入る。そこを拠点に父上を援護するのだ。ほんのこと調べよ。決勝打ち取ったわ。任せておけ。本能寺に簡単なく増援を派遣せよ。さすれば父上は軍備を整えられる。開門。信長様を確実に討つために、二条城からの増援を断つ必要がある。先に二条城を制圧しましょう。門を守る将を撃破するのです。ゲイン、長松、今日脱出し、援軍を呼んでまいれ。開門。援軍を呼ばれてもまずい。彼らを逃がしてはなりません。鬼の音だ。気づきよってか。
私の覚悟を試されている。もはやためらいはありません。天軍本能寺、そのブナガ様を討ち取るのです。信長様の元には行かせません。まだ敵に兵力が残ってたか。放っとくと本陣が危ないね。進軍に支障が出ます。なんとかしなければ。味方の被害が広がる前に急ぎ櫓の上の敵兵を討ち取るのです。これが不幸、世は楽しいぞ。